このマジで。ふい。あ、レロン、ちょっと聞いてもらっていい？なんか、ちょっとレロンの方がちっちゃく感じるんですよ。ちょっと今のこれかもしれないんで、ちょっとわかんないですけど。さっきまでは大丈夫だったな。これになった瞬間？ちょっと、さっき僕の方で上げた1デシぐらい下げてるんです。はい。こっちにしたら多分下がったのかもしれない。ここは集まらないって言って。はい。はい、ではこんな感じで本番よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アンコールどうもありがとうみたいな。いや、あの、普通に出てきてバーってバーって出てきて一言ぐらい言って3人って言った。はい、まあ、ここも5人で喋るけど、ここもなんか最後、うん、まあ最高のライブにして、あ、まあ最高のツアーの1日目を切ろうと思ってます。毎回今日が今まで一番良かったなって思うようなライブにしたいって思ってますね。やっぱやれるだけのこともやることも全部やって、やっぱりその自分たちもそうですし、ファンの皆さんのね気持ちもちゃんと伝わってるんで、それを全部出せたらいいなっていう気持ちで臨んでいきたいと僕は思っています。これからスタートなんで、しっかり一発目決めて、最後に向けて、最高の演奏と最高の感動でいきたいなと思います。お願いします。頑張ります。一瞬一瞬を大切にしていきたいです。お願いします。渋谷公会堂で最高のライブにして帰ってください。僕らもそうして帰りたいです。よろしくどうぞ。今日しかないこの渋谷公会堂ってライブを最高にして、まあ明日のこと忘れてもうガンガン飛び跳ねて暴れて、あーなんかすごい体痛いなとかなって、それ絶対気持ちいいから、これから最後まで一緒に楽しんでいこうね。後悔だけはねしないような、今回のツアーに今日のねライブもそうだし、後悔だけしないように全力で出し切って僕らもやるんで、最後までよろしく。熱いパワーを感じます。僕はそのパワーを、皆さんに音に変えて、そして飛んでいくようにちゃんと演奏しますので、最後まで楽しんでいってください。本当にこう端から端までね、ちゃんと一人一人の顔見えてます。だからちゃんとね、もっと最高の顔を僕らに届けてください。もっともっと一つになっていきましょう。渋谷公会堂が終わりまして、長野県はジャンクボックスにやってまいりました。ここはですね、僕が高校生の時から、お世話になっているライブハウスですね。まあ、本当に思い出深いところなんですけども、今日はたくさんのお客さんと一緒に故郷に錦を飾れるということで、すごい楽しみにしておりますので、そうですね、長野県、長野県民の誇りを今日はぶち込んでやろうかなと思います。Let's go.
10年前に始めてたから、ちょうど10年、どんな音楽だけやってた気がする。やっぱ音楽ずっと残るし、そういう仕事できたことが一番嬉しいな。自分が死ぬ時に最後ユニットの曲絶対思い出すし、また曲が残ってるもんだから、それすげえ嬉しいなって思います。今日は最後ですとか、ファンの人からやる前にこう手紙とか読んで聞くとね、これがこの人にとって最後なんだなとか思うと、もう常にファイナルな気持ちでやってますね。今日終わってもいいように全力で、今までで最高のライブにできるように一歩一歩やってます。常に音楽のこととか、やっぱずっと考えてた、バンドのことずっと考えてたりするんで、逆にじゃあオフの日はじゃあもうまるっきり考えずにとかじゃなくて、やっぱどっか頭の中にビビットのこととか、自分の例えばギターのこととか、そういうのすごい考えちゃってるから、逆にそれもなんか、なんだろう、もっとオンオフできたらこう自分の気持ちも楽だったのかなってすごい思っていて、でもそれでね、もうずっとバンド始まってからね、こうバンドのこと考えられて、僕はすごい幸せな期間だったなってすっごい思うんですよね。6年間やってみて、リーダーでギターリストでので、周りはこう自分の意志は強いけど、俺はまとめる立場にいるし、人の周りのバンド以外の、メンバー以外の意見も聞かなきゃいけない。でも俺の気持ちはどこに出せばいいんだろうっていうのはすごい葛藤してて、やっぱ腑に落ちないことも確かにあったし、自分自身の個人的な気持ちとして、ただやっぱその周りがそれで OK とか、メンバーがそれで行きたいっていう気持ちが強ければしょうがないのかなっていうこともありつつ、それが自分の一人の、ね、男としてのこう成長につながったから、今できることを精一杯向き合おうと、ファンの子にもそうだし、バンドにもそうだし、そしたらきっとなんか終わりの先のものが見えんじゃないかなと思って、いいバンドだと本当にこれ以上のメンバーはいないと思うし、まあスーパーめんどくさいけど一人一人けど、まあ、それが、噛み合った時のパワーってすごいし、まあ、俺は好きですよ、ずっと、きっと。正直、ビビとしてはみんなすごいこじんまりしてみると。
すごい覚えてる。最初から1曲目はかっこいい曲でもいいと思うんだけど、やっぱ1曲目にガッていって持っていけないと、正直自分たちのその体重を失うっていうか、ファンの子今日ネット持っていけなかったね。持っていけなかった。分かる。自分たちもファンの子もタイミング失ってたから、完全に。あの後のサバイバー、俺正直瀬戸に会ってたしかやりたくなかった。だから終わらした。だから俺違う気がした、ね、違う気しかしなかった。もうだからやるんだったら、だから最初の昨日の言ってみて、君君の後にやっちゃう。で、グッドモーニング締めるのが絶対この後のグッドサバイバーちょっと、そのアンコールのさ、当たり前やってんじゃん、やるっていうのは。まあ、選挙があるから必ずね。そう、もうなんか絶対みたいななってるから、ライドオンタイムをアンコールの最後とかにするのもありかな。え、グッドモーニングの前ってこと？あと、俺やっぱグッドモーニング締めて終わらせた方がいい。ね、あのね、グッドモーニングでね、終わんないんじゃないのかな。俺多分ね、終わんない理由はサバイバルやってないから。求めてるのは多分サバイバル。君君の後にやっちゃうっていう。うん、パシフィコでやるっていう。まあ、パシフィコはパシフィコで別物ってもう考えんだったらやんなくて、俺ら的にはサバイバルやってやりきってグッドモーニングちゃんと締めて終わったっていうので、出ない。一緒に本当に素敵な瞬間を作ってくれて、どうもありがとう。
で、あと、明るさ的に大丈夫かどうかもちょっと確認しますね。はい、じゃあ楽しんでいきましょう。じゃあ本番よろしくお願いします。よろしくお願いします。マジか、でも撮影しようか。Windows だったっけ。俺ちょっと、5人 MC の時の夏風邪で話すと決めてるから、うん、マギフェスの話をしようかなと思って、うん、めっちゃキャラで人気かなと思ったら全然できなかったって話をしようかな。あ、して、OK、来るキャラよ。僕です。お違う、レノが一番すごいのはね、これだよ。めっちゃチャラいよね。超チャラい。これ誰、これどれ。これ誰それ。ウケんだけど、これ何これ。別人すぎる。マジで別人だよ。どっかのホストみたいだな。いや、これすごいよね。全然違うよ、これ。めっちゃ超かっこいいけどみたいな。みんなでもかっこいいよ、だから生き、うん、そうね。よし、じゃあラスト確認します。はい、やりましょう。で、選挙終わって、ちょっと、まあ、大丈夫。ここおはよう。なんかトンボかな。まあそうだ、ね、うん、ちょっと一回余裕を開けてから。エレノさん、これ頼む。フルか MC。 ああ、仕切りこっちだもん。そう、結構そこゆっくりでいいと思う。あの、バーみたいな、こう、もう好きに。そしたら終わりです。終わり。了解。もう、もう一本、あの、初ライブのくらいの一番いい気持ちで純粋音楽を楽しんで、まず本編ですぐ泣かないように。はい、僕です。リハーサルして、すごい意気込みはすごい強い感じで、いい意味で、やる気がマックスな感じで、あとはもうやるしかないなっていうところですね。やっぱ僕たちが今ここまでやってこれたっていうのは、たくさんの人のやっぱり力だと僕は思っていますし、まあ、それと同時にやっぱ僕たちは本当にかっこいい音楽やっぱ作ってきたなっていう自信もあるんで、その感謝と自分たちのかっこよさ全部見つけられたらいいなと僕は思ってます。まあ、自分のやってきた音楽人生、まあ、全部を今日のライブにぶつけて、うん、リビットとして5人で作ってきた音楽だったライブっていうのを今日はもう全力でやって、あんまり最後っていうところっていうよりもみんなでやってきたことを全力で出せればいいかなと思います。明日死んでもいいぐらいにやり残すことがないようなライブにしたいですね。ビビットとして歩んできた道だけではなく、今までの自分の歩んできた人生全てをかけて最高の瞬間をみんなに届けたいと思います。先エンジン組むか。よし、シャッ。はい、じゃあ最後のエンジンですけど、とにかく来てくれたお客さんに感謝の気持ちと、何か一つでも感動と何かを与えて俺ら釣ってみせましょう。オッケー。俺らはできる。俺ら最強のバンドです。俺らは無敵です。はい、その気持ちでステージ立とうぜ。オッケー。行くぞ。キャンディーズ。はい、じゃあ東大寺ハルド。大丈夫です。大丈夫です。はい、山中です。山中お願いします。お願いします。よろしく。